が、イカの内臓にはですね、墨袋がついてます。で、ウミガメたち大きな餌を食べるときにはですね、こう潰して食べますので、内臓ごとあげますと、この中で墨袋が破けます。で、墨袋が破けるとですね、この辺真っ黒になります。で、もうウミガメも魚も見えなくなっちゃいますので、墨袋がついているですね、内臓をそのまま取り除いて、こういった一口サイズの切り身